回は呪術廻戦に登場する宿儺啓達の真の狙いに驚愕する読者の反応を見ていきたいと思います。まさかここで啓達とは思わなかったし、伏黒寿肉とも思わなかった。最悪すぎだろ。この使い方は予想してなかったわ。主人公さん、ほんといいことなくて笑ったわ。というか伏黒は宿儺に耐えうる器だったのか。虎杖だけが特別性じゃねえのかよ。啓達の傷つけない縛りに自身が入ってないってのは完全に抜け穴だったわ。虎杖らしい線引きですんなり納得したわ。それがもろ大失態だったのも。大掛かりな儀式とか必要なく指ちぎってパクーで乗っ取れるのもやばい。縛りに対して無知な時に交渉されたのどうしようもない。虎杖の調子に乗ったいいぜで全て台無しになったの美しすぎだろ。詐欺師の手口。虎杖完全に詐欺で騙された被害者なんすよ。人の心とかないんか。危害加えないはずなのに気絶させるはオッケーなのがばくない。あくまで宿儺からの契約は傷つけない殺さないやから、あのくらいはええんやろ。何も細かいことを決めてないから完全に虎杖の主観だし、そこが宿儺側の狙い。誰にも指一本触んじゃねえよって契約にすべきだった。契約書はきちんと理解してから犯行をさないといけないのは社会の常識だぞ。ちゃんと質問しなかった虎杖が悪い。反社みたいなヤバい人とは契約以前に関わってはいけない。呪術廻戦は大切な社会常識を教えてくれる漫画ですね。だから契約は即決せずに持ち帰らせてくださいと言うべきなんですね。伏黒を死なせないように動いてたのも何が狙いか読めなかったし、啓発の意味もサクッと拾ってきたな。傷つけてはいけない対象に自分自身が入ってないってのがいかにも虎杖らしい隙だし、そこを容赦なくつく悪辣さもいかにも宿儺って感じ。宿儺的にも虎杖が自分を対象に入れてるかどうかは賭けだったから本当に運が悪かった。目の下の傷がない虎杖ってなんか変な感じ。なんとも言えない表情でつれえわ。虎杖が生き返りたいなんて思わなければ今回の被害は起きなかったんだよね。初期虎杖は普通の高校生だったし仕方ねえわ。これで虎杖は死ぬ理由がなくなったので戦い続けないといけません。人の心とかないんか。宿儺が伏黒を乗っ取るって予想できたやついないだろ。伏黒に何かをやらせるつもりだって予想はたくさん見たけど、伏黒自身に受肉するって予想はほとんど見たことがない。虎杖以外だと受肉できないと思ってたからな。あんだけ宿儺の器は特別って繰り返し何度も言っといて、伏黒でも受肉できますは予想できるわけない。大前提をひっくり返してる。受肉じゃなくて乗っ取りだしな。虎杖は虎杖という主人格が残ってるから特別だというなら間違いでもないし、虎杖を通したから受肉できたと思ってるわ。ろ過装置みたいな感じ。昔から扉絵とかで匂わせはしてたんだよな。1話カラー絵のカエルに宿儺の文様が出てるらしい。1話時点ですでに決めてたんだな。伏黒に邪魔されてちょっと嬉しそうな宿儺さん、かわいすぎだろ。なんや、思ったより息がええやんけって感じなんかな。肉体乗っ取りまではまあ成長するとなんか都合いいんやなって思ってたけど、なんでまだそんなスタンスな。弱者が抗ってくるとか嫌いそうやのに。なんだかんだ言って伏黒のこと気に入ってたのかってくらいに笑ってるね。邪魔されてるのにそこまで怒ってないという、飼い猫にちょこっと指噛まれた感。さすが俺飲み込んだ器だ。宿儺おじさん死にたくないので天使ちゃんに色仕掛けしてしまう。宿儺も猫騙しみたいなことするんだな。どんな気持ちでこのセリフ言ってんだよ、千歳のおっさんが。呪いの王だからな、人間みたいなこだわりなさそうだし、そりゃ有効ならやるよ。呪いの王、渾身の色仕掛け。演技する面白おじさん、宿儺。天使と出会ってからずっと大ピンチだったと思うと可愛い。虎杖に情けないってゲラゲラしてたけど、やられそうになってハニトラ仕掛ける呪いの王もそこそこ情けないような気がする。情けないというか、いざという時何でもするから怖いわ。いついかなる状況でもプライドにとらわれず行動できるのはむしろ強みだぞ。虎杖はこういう解決策すらなく吠えることしかできないって感じだから全然違う。人の心とかないんか。現在の宿儺さんのスペック、暴君マキと虎杖2人を相手に裁ける体術とフィジカル、死からの再生すら可能な反転術式、圧倒的呪力量と出力、詳細不明の見ずし、あらゆる事象への適応による無限回復、無限耐性、式神たちの波状攻撃、神業領域、よろずから愛のプレゼント、伏黒デバフ終了。ちなみにあと指5本残ってます。
あの乙骨と張り合える石氷が反応すらできずに瞬殺だからな。石氷好きだから言いたくないけど、見せしめに退場さすにはかなりちょうどいいんだよね。乙骨でも結構苦戦するポットデキャラといういかにもかませにされそうな立ち位置。乙骨との激闘はここの絶望感を際立たせるためか。せめてグラニテ打ってほしかった。イケメンリーゼントでもスクナを目の当たりにするとビビって漏らした小学生みたいな表情になるんだな。スイーツが格別すぎだな。乙骨と戦って満腹になったし、2度目の人生もトータルでは満足だったと思いたい。カシモが戦いたがってたけど、そもそも戦いになる気すらしない。この漫画で退場時まともに花持たせてもらったのジョーゴだけだろ。スクナの斬撃を初見でかわしたやつがいないという現実。ノーモーションで発生するし不可視だからな。マコラでも初見は回避不可能ってヤバすぎんか。パンチ力最強のフィジギフなら回避できるかな。適用したマコラすら回避じゃなくて剣で弾くことで防いでたし、多分避けるのはほぼ無理ゲー。全身を常に呪力ガードするか領域天然でも使ってないと致命傷は避けられない感じだな。こんなんみんなサイコロステーキ先輩になってしまうやん。この技ナーフしろよ。完全体でもないのに渋谷さら地にしてるのヤバすぎる。出力落ちてるとはいえ何十発も食らったイタドリはどうしてピンピンしてるんですかね。今のスクナ強いけど強キャラにありがちな舐め伏せず慎重みたいなイメージがなくなって倒しやすくなったように感じるんだよね。今火山とやったらうっかり一撃ぐらいもらっちゃいそう。スクナって主人公の中にいるキャラとしては異質だよな。キュービとか白いちごと違って絶対味方にならないやつ。渋谷虐殺で完全に和解ルート断ち切ってるからな。主人公暴走形態が仲間を傷つけるのはよくあるけど、虐殺はさすがにあかんわな。ナルトで言うとペイン戦で暴走した時にキュービが美獣玉放ってそれに木の葉の人が巻き込まれたみたいな感じだな。ジャンプじゃないし主人公でもないけどリンもそんな感じだよな。スクナはキュービモチーフだけど設定とか性格に共通点が多いのはグリードだよな。でもイタドリ自身も和解したいなんてみじんも思っていないところがいい。なんだったらイタドリの方がスクナに塩対応まである。人の心とかないんか。スクナの敗因と死因はイタドリを殺しておかなかったことって言われるような展開来るといいな。マヒトの時みたいに思いっきりバカにさせた上で死ぬほどボコボコにされるフラグのように感じる。マヒトみたいに魂で負けを認めさせるぐらいボコっても許されると思う。誰も文句言わんよ。イタドリに見ず知の術式がちょっとでもいいから残ってたりしないもんか。イタドリは謎が多すぎるから強化する理由には困らんからな。ナルトでいう善人モードがイタドリにも欲しい。スクナって最終的にどうなるんやろ。まあ倒されるとは思ってるけど、ただで倒されるだけじゃ終わらん気がするよね。スクナはこの報いを受ける展開が来るだろうが、その場合賢者が勝ち逃げエンドか満足しそうなんだよな。賢者にも呪いは返ってくると思うよ。フジグロに受肉した時点でイタドリがメインで戦うのは察した。明らかにラスボスと主人公をぶつけるための展開だろ。散々バカにしてたイタドリに倒される展開十分にありえるよな。